さ、これでどうだろう。結果的には GoPro をせっかく引っ張り出して、ドリ散歩復活させたんだけど、気づいてみたらやっぱり、これだよねっていう、この存在を忘れてたよねってことで、忘れてはいないんですけど、ちょっと、こっちも試してみたいなと思って、インスタ 360X、インスタ 360-1X の方で、お手軽気味ドリ散歩を今日撮ってみようかなと思います。これがいいところはね、結局その、今回の GoPro でのドリ散歩復活のポイントは、復活っていうほど別にやめてたわけでも何でもないんだけど、単にサボってただけなんですけど、今回 GoPro で再開した時にやったポイントはカルマグリップを使わずに、もう GoPro を単に本体のハイパースムースとか使って、手間かけずに、まあ、やりましょうと。で、最近僕、今日珍しく GoPro のバックパックをまた使ってますけど、たまたまね、今日なんか社内ビデオポッドキャストみたいなのを始めるとか、急になんか思いつきでね、なんか、偉い人が言い出したのか分かんないけど、急にそんなことやり出すって言ってて、なんかそういえば YouTube やってるやつがいるらしいっていうので、どっかで僕の名前が上がったらしく、今日なんかカメラマンとして借り出されたんで、GH5S とディエティの、ショットガンマイクを久々に取り出して、ちょっと社内インタビュー撮ってきたんですけど、それの荷物を入れるために、GoPro のバックパックでわざわざ、出社したんだけど、でも実際には最近は、ロックトートっていうセキュリティ、なんかナイフで切っても切れないトートバッグみたいなのを使うのがマイブームなんで、凝ってるよね。それを使って、会社に行くことが多いので、そうするとここにね、カルマグリップが引っ掛けられないんで、ちょっとね、めんどくさいなと思って、まあ、できるだけ GoPro を剥き出しで使って、なんだろう、松明モードで手に持ってやるのがいいよねっていうのが、まあ、今回の復活した時に GoPro を再開した理由だったんだけど、やっぱり見てみるとね、手ブレ補正は、この前回検証しましたけど、でも手ブレ補正に関してもやっぱり、僕はここの腕に、この肩紐に手を引っ掛けたことによって、ボディの上半身の揺れが拾っちゃうのが、手ぶれの原因だと、一番の原因だと思ったけど、あれ、それも一応要因ではあるけど、あれですね、やっぱり、暗くなってきて、シャッタースピードとかが下がってくると、手ぶれが、GoPro の手ぶれ補正が弱まるんですね。GoPro の場合は、ハイパースムースはやっぱり、アクションカムで結構高いシャッタースピードで、一個一個の動画があんまりこう、ブレがなくて、全部完全に撮れてる状態で、シャープに映像が撮れてる状態で撮ってると非常にうまくいくんだけど、なんか暗所になってきて、だんだんシャッタースピードが下がってきて、映像自身にこうブレが含まれてくると、それがこうデジタル的に補正できなくなっちゃって、手ブレ補正になるっていう、そう、手ブレ補正がよりなんか効かなくなってるように見えるっていう、そういうデメリットというか弱点があるっていうことに気づきましたね、今回。あれはなんか単に手持ちの問題だけじゃなかった。で、まあそれを踏まえて、まあ手ブレ自身は比較的言っても GoPro の、内蔵の電子手ブレ補正、かなり優秀なんで、まあ、それはそれでもね、100歩譲っていいかなと思うんですけど、やっぱり一番許せないのが水平が取れない問題で、こればっかりは初期状態で仮に水平が取れてなくても、動画を編集してるときに全体としてこうずらせば水平はも調整できるとはいえ、やっぱり歩きながらね、ちょっと時間とともにずれていく水平に関してはどうにも補正のしようがないんで、それをこうこまめにカットしてると不自然になっちゃうし、
なんかちゃんとスムーズにいくようになんか手作業で修正してたら本当にあの手間のかかり方が本末転倒になっちゃうから、だからあのそこが弱点だなと思って、それを解決するためだけにジンバルを使わなきゃいけないかなっていろいろ思ってたんだけど、いやそこまで考えたら、いやいやいや、インスタ360 1X で撮ればこいつ手ぶれ補正もめちゃくちゃ強力だし、水平も撮ってくれるじゃんっていうすごい当たり前のことに気づいちゃったんで、ちょっとこれいきます。多分これが一番ドリ散歩の、ドリ散歩2019年夏スタイルとしては結局これが最適解なんじゃないのっていう、まだ編集もしてなくて答えを出してないけどもう予言しときますみたいな感じ。もうドリさん、今今日これはね、これをジッツォの三脚に、つけて、それを手持ちして、なんかあのなんだろう、昔の人の提灯、御用聞きの人の提灯みたいな感じで、この90度曲げて使ってるんですけど、これ最強なんじゃないかな。あの自撮り棒の縦にまっすぐの自撮り棒で、あの付属のやつでもいいかなと思ったんだけど、やっぱり手持ちしてる時にね、この斜めにくの字に角度がつけれる方が自然に手が持ってるっていうか、自撮りにするとこう常にこう グリップを縦にしておかなきゃいけないんだけど、こう前に回って手首を曲げた方が自然で手首が楽なんで、この御用聞きスタイル、御用聞きスタイルが非常にね楽そうと思って、このジッツォの三脚、ミニ三脚、マジやばいっすよ。本当に。いきなりドヤですけど、このミニ三脚はね、高いだけのことあるわ。本当いろいろなものをね、この90度普通に折り曲がれるっていうのも素晴らしいし、やっぱりあのヘッドのコントロールが繊細にコントロールできて、しかも、クッとひねるだけで、自由に緩めて、クッと締めるだけで、かっちり止まるっていう、この、気持ちよさはね、まあお値段以上、お値段通りかもしれないですけどね、高いだけのことはあるわ。すごい。これは素晴らしいです。で、ということで、相変わらず前置きが長く、工程の半分ぐらいが、この動画を撮るため、撮っている経緯になってしまいました。あとあれか、風切り音だけだな。風切り音が、あの GoPro はあのモフモフを、自作モフモフをつけることでかなり風切り音を低減するっていう、撮影時にアナログ的にきちんと風切り音を低減するためのモフモフを用意してますけど、このねインスタ 360X に関してはね、そのマイクにモフモフつけちゃうともう死角がないから、なんかレンズが360全部取れちゃうんで、ちょっとボディにモフモフつける余地がないんですよね。なのでしょうがなくて、もう今マイクむき出しで撮っちゃってるけど、そこだけが心配だな。それによってどのくらい風切り音がこいつに乗ってしまうのか、それがもう使い物になるレベルなのか。でも今の僕の、アイゾトープのプラグインシリーズとボーカルライダーのこのコンビネーションを使えれば、アイゾトープのノイズキャンセルともうあのウェーブスのボーカルライダーの組み合わせで多分ほとんどの音は解決できると思う。もうこれで解決できない音はね、むしろね収録の失敗だと思って、ね、反省、収録のデータを直すしかないと思う。もう早々のデータはねこの2つ揃えてれば確実に改善できるんで、もうこれでうまくいくんじゃないかなと期待したいですね。ただあのアイゾトープのその RX7 の僕が買ったアドバンスドには、ウィンドノイズ低減っていうこの風切り音を防止するノイズキャンセル、ノイズ低減フィルター、あのウィンドウに風切り音に特化したプラグインも入ってるんだけど、あれはねあんまり使えなそう。なんかそもそもマニュアルにも書いてあるけど、すごい強風のこう風切り音を消すためのものじゃなくて、ちょっとまろやかにこう、なんだろう、定常的に入ってる、こういう穏やかなところで、インタビューとかした時に定常的に入る
さざ波のような風切り音というか、こう薄い風切り音に対して、ノイズ除去するプラグインであって、決してね、すげえグワ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 嵐の中で撮ってて、ブワブワブワとか言ってる状態のノイズ、もうそんなノイズ消せるんだったらあらゆるノイズが消せると思うんですけど、そういうプラグインじゃないってマニュアルにも明言されてたんで、ちょっとそこはね期待値が違うんで、あんまりここで使うもんでもないかなと思うんだけど、ただ標準のノイズキャンセル、アイゾトープのノイズキャンセルが相当強力なんで、もうあれで撮れないやつはね、もうこれ以上それ以上やってもね、音が劣化するだけだから、自分の収録が悪かったと本当反省するしかないっていう、そういう感じです。ということで、ここまで前置きで、本題、今日の本題、今日のネタは、自作 PC 話ですよ。いやー、ついにやった、ライゼンベースの自作 PC を、まあ僕にとってはね、デスクトップとしてはまあ2台目ですね。1台目のデスクトップが、これそもそもインテルの6コアのあれ、型番いつも忘れちゃうんだけど、第6世代だかぐらいの、オーバークロックできる、K 型番と呼ばれている、オーバークロックできるコア、まだあの時7、9がなかった、9っていうラインナップが出る前だったと思うけど、6コア12スレッドある、オーバークロックできるコア i7 の PC をもう5年以上前だと思うんだけどな、もう5年じゃ効かないかもしれないけど、はるか昔に作って、でそれを、まあ、オーバークロックして 4.3 ギガぐらいで動かしてて、でその後、サーバーデータセンターの整備品と思われる、メンテナンス時にこう入れ替え時に大量放出されたと思われる G4、 これが18コアの36スレッドある、ただこれねクロック自体は 3.5 ギガぐらいしか上がらないんですよね。 ターボブーストしても 3.5 ギガぐらいで、定常的には3ギガいかないぐらいで動いてるんで、シングルスレッド性能としては結構その前に使ったインテル Core i7 のやつよりも遅いくらい、あれ言っても 4.5 ギガぐらいまで、 4.3 ギガぐらいだったかな、安定するのは 4.3 ギガぐらいまでオーバークロックできたんで、それに比べると、シングルスレッドの性能は劣ってましたけど、ただコアがないんですよ死ぬほどあるので、まあ、今でもコア数だけだったらなかなか今のハイエンドでも後ろを取らないぐらいの36コスレッドある CPU を今使って、で、まあ、自作 PC なんでストレージとか SSD を入れ替えたりだとか、グラフィックスカードを1080Ti から 2080Ti に切り替えたりとか、いろいろアップグレードができたんで、星復活してるよね、よかった、見切りできたけど通れそう、いろいろやってたんで、だからまあ長く使ってる割にはスペックとしてはもう最新の、わこの風がどうだろうな、この風危ないな、この風切り音は取れないから確実にグワグワ言ってるけど、聞き苦しいレベルで入るかどうかが一番の問題ですね。でまあ何でしょう、そのマシンを延々使ってましたが、もう今回意を決して、ライゼン3世代目のライゼン2と、ライゼン3世代目なんかライゼン3って名前にすればよかったのに、ライゼンの2世代目がなぜかライゼンプラスって名前になったせいで、ライゼン、ライゼンプラス、ライゼン2っていう、3世代目なのに2っていう、あれ通れないんだ、こう通れないのになんか紛れ込んだ人が、やっぱり無理か。うわ、なんかすっげえいい匂いする。甘い。匂いまではお届けできない。360度になっても匂いはお届けできないと思いますけど、めっちゃ甘いいい匂いするんですけど。そんで、そのライゼン2ベースの、デスクトップを、ついに今回マザーボードから全部。まあ、何せライゼンシリーズになるから、マザボも、CPU のソケットももちろん違うし、
で今回 Ryzen 2からは PCI Express 4に対応する 4.0 に対応するので第4世代の PCI Express に対応するためのマザボを買わないといけないから、そういう意味で全部全特価みたいな感じをしないといけないんで PC を新調しましたが、まあでもね、その時の状況を本当に全く下調べしないのをさネタにして一応やってるところはあるんだけど、さすがにみんなにマニュアル読んでからやりましょうってだいぶ怒られましたけど、まあ本当マニュアルも何も読まずに、もうその場の勢いだけでパーツ開封してで PC を作成して組み立てて、で BIOS 動かすところまで Windows を、ね、インストールするのに時間かかるから BIOS 起動するところまでをやろうっていうことで、先週末のあれね、実際にはね、多分皆さん見てる時は日曜日の夜だか土曜日の夜かな、土曜日の夜中深夜だと思うんですけど、実際にあれ僕はサンフランシスコの土曜日の朝6時に起きて、朝っぱらからとりあえずバナナ1本かじって朝一で YouTube ライブ始めて、なんだかんだ10時ぐらい7時ぐらいから始めて10時過ぎぐらいまで3時間ぐらいやって、ようやくカヌーが、こういうのが撮れるのがね、左手にカヌーで、ツアーしてる人たちが見れますとか、こういうの見れるのがやっぱ360度カメラの真骨頂ですよね。左をぜひスマホで見てる方は左側にスマホ、まあ、正面見てたら左に傾けるとカヌーに泳いでる人たちが見えますが、あえて僕があんまり、僕はこのカメラはあえて自分の正面に固定しておいて、見る時の見る人が多分振り向いた方が、僕があんまりカメラを左右に振っちゃうと、気持ち悪くなっちゃうと思うんで、あくまでも固定してますが、そういう YouTube ライブをやって、でまあ結果としてはね、残念ながら結構いいとこまで、まあ電源を入れる、電源をね装着するところとかだいぶ苦労したりとか、いろいろ CPU のグリスどうしたらいいんだとか皆さんにアドバイスをもらいながらいろいろ苦労して、でもなんとかかんとか組み上げて起動してみたら電源入らないっていうところで、まあ残念ながらその時のライブはねそれで終わってしまったんですけど、一応その後まあ Twitter とかでもちょっとフォローアップしましたけど、その後の YouTube の Vlog で多分この動画を実際にアップロードされる前の Vlog では多分そのフォローアップされしてるんじゃないかなと思うんですけど、まあ結論としてはね、メモリー僕が買ったメモリーが3、なんつうね、64GB のメインメモリーにしたかったから、今僕だってあのメインのデスクトップも 64GB で、メインのモバイルであるレーザーブレード15インチも 64GB で、基本メインで使ってる PC はメインメモリー 64GB、 まあそこまでいるかって言われると半分ちょっと趣味だけど、まあでもいざ動画編集とかしてってる時にもうメモリー使用量とかを気にしないで、そういうことな全く気にしないで使えるって意味では 64GB が非常に使いやすかったんで、今回の PC も 64GB にしたいんだけど、買ったマザーボードがミニ ITX っていうすごいちっちゃいマザーボードで、メモリースロットが2個しかないんですよね。だから64にするためには 32GB のメモリーを2枚刺さないといけないんだけど、1枚で 32GB の、だいたい 64GB にするときって普通は4枚刺しなんで 16GB 4枚刺して 64GB にするんだけど、 32GB のね、ワンモジュール 32GB のメモリーっていうのがね、検索したらもう1種類しかなくて、もう一択で悩むことなくこの一択しかないと思って一択で買ってみたんだけど、まあ確かに買うときにね、なんかサーバー用って書いてあったんですよね、メモリーに。 DDR4 の 3200MHz で動く、メモリーなんだけど、なんかサーバー4サーバーって書いてあって、まあ別にサーバー用って何、単に信頼性が高いだけでしょぐらいに思ってたんですよ。より信頼性が高めてられるモデルがサーバー用のメモリーで、私のサーバー用のメモリーを買ってみたら、これが
まさかのさ、サーバー用のメモリーって使えないこともあるのねっていうことを今回学んで、で散々ライブの時も起動しないとか言ってバイオスが出てこないとか言って散々騒いでたら、結構リスナーさんからコメントで、まあいろいろグラフィックスカードとか HDMI 端子じゃなくて DVI にさせなきゃいけないんじゃないかとかいろいろアドバイスもらったんですけど、結構皆さん多くの人が鋭い人たちがメモリーだよメモリーだよって言ってて、まあでもメモリー他に変わりないしなと思って、なんか他メモリー以外でやれることはやろうと思ってやったんだけど、結局起動しなくて諦めて、でライブ終了した後にデスクトップからメモリー1枚だけ引っこ抜いてで差し替えてみたら、もうあっさり起動 BIOS 起動するときはとりあえずレーザーブレードに内蔵されてた SSD M.2 の PCI ベースの SSD をとりあえず流用したんですけど、まあ、これ騒がしいかも。レーザーブレードに入ってた Windows がそのまま起動したんですよ。これ結構衝撃的で素晴らしいなと思ったんだけど、Windows もついにそこまで来たかと思って、 PC で他の PC でインストールした Windows のドライブを引っこ抜いて別の PC に挿して普通に起動するところまで行っちゃって、 BIOS 画面見るどころか Windows 起動するじゃんと思って、まあ、メモリーだけが全ての問題だったっていうことにその後気づけたっていう、そういう状況だったんですよね。で、ただ結局ね、そうメモリー、Windows の話をフォローアップしておくと、実際にはただ Windows 起動したんだけど、やっぱり Wi-Fi のドライバーとかが動かないとか、有線のね、ネットワークは挿せば動いたんだけど、Wi-Fi とかはドライバーが落とせなくて、で、なんかもうやっぱりレーザーのドライバーいっぱい入って、しかもそいつが有効になってる状態で無理やり、今回ギガバイトのマザーボードに切り替えてるから、なんかやっぱドライバー不具合というかミスマッチがいっぱい起きてたりとかして、それ多分ね、分かってる人だったら手動でちまちま修正していくのもできるんだろうけど、意外とめんどくさくて、でもなんか無理やり有線につないで、ネットでドライバー更新すればいけるかなと思ったんだけど、なんかグラフィックスカードの1080のドライバーが更新された以降に、なんか画面が出なくなっちゃって、立ち上がって、モニターに電源が入る瞬間にビーとかって変なノイズみたいなのが流れて、画面ディスプレイに映像が出ないみたいな、おジョーザジュースのお姉さんが、今日もいるかな、いた、違うお姉さんだった。それで、何だっけ、そう、起動しなくなっちゃって、で、結果的に、メモリ、USB スティックに、Windows の起動ドライブ作って、まあでも Windows も本当楽になったもんですよね。別のデスクトップで、汎用の USB ドライブ、起動、Windows 10インストールディスクを、インストールスティックを作って、で、USB メモリー経由で、挿して起動したら、もうほんとものの30分とかかからずに、普通に Windows のセットアップ終わって、で、そこからライセンスをね、Windows Store、Microsoft Store で買えば、もう完全にアクティベートされた状態で使えるみたいな、そういう状況になったんで、まあ、ポイントはやっぱりレーザーブレードに入ってた SSD の、インストールされた OS はそのまんま流用するのは、起動までは行ったんだけど、まともに使うのは難しかったよっていう話なんですけど、まあでも、そいつを流用して、サクッと環境が作れました。これかなり快適ですよ。まあね、暫定的にグラフィックスカードも、NVIDIA の 1080Ti 使ってたりとか、あと、CPU は Ryzen 3世代目の Ryzen 2なんだけど、Ryzen 2の中の Ryzen 5 ややこしいけど Core i5 に相当する Ryzen 5で、型番が Ryzen 2の 3600X っていうモデルなんで、結構一番ねスペック的にはまあ弱いモデルなんですよね。下から2番目ぐらいの Core i5 の
まあ、ちょっと上位モデルみたいな感じで、その上に Core i7、Core i9 ってあるのと相当する Ryzen 7、Ryzen 9ではないんだけど、まあでもね、6コア12スレッドあって、普通になんか使ってる分には、むしろメインのデスクトップよりも快適度は、まあ、インストール直後とか、いろいろあるとは思うんだけど、でも多分、全般的にバスとかも良くなってるだろうし、5年、6年分ぐらいのチップセットの進化が全部、積み重なってるから、もっとメインのデスクトップより快適か。で、クロック周波数も今オーバークロックとか何もしてないけど、4点、それこそ、一番最初に買ってオーバークロックした時と同じ、4.3GB ぐらいが定格で、4.3 なんか 4.4GB ぐらいで動いてて、ほんとね、なんかまあ別にこれ CPU このままでもいいかなみたいな。グラフィックスカードと SSD だけ PCI Gen 4対応のやつが市場に潤沢になってきたら交換して、CPU このままでもいいかなって思えるぐらい快適ですね。めっちゃ快適。もうこれほんと、みんなにおすすめしたいわと思って、こんなに快適な。そしてオープンベンチのパネルタイプのケースというか板なんですけど、あれは本当にね、最高ですよ。これもう今後の PC のスタイルは本当にあれにすべきですね。ケースなんて本当スペースの無駄遣いって感じ。あれに置いて使うのもう今すごいいいわ、超お気に入りと思って、まあ、そんな感じでもう超大満足。ちょっと YouTube ライブ的にはすごい悲惨な悲壮感漂える感じで終わってしまったんですけど、実際にはその後新しいビデオか、新しいメモリに差し替えて、で今日ね、ちょっと朝撮れなかったんですけど、実は行きも鳥散歩これ撮ろうと思ったんですよ。行きと帰りでやろうと思ったんだけど、インスタ360のバッテリーが切れてて、充電してたはずなんだけど、行きバッテリーがないから、撮れなくて今帰りだけ撮ってるんですけど、今日の行きにね、また UPS 行って、いつものピンクの髪のおじさんに、メモリー返却用のメモリー渡して、もう返品しちゃったんで、無事間違って買ったメモリーは、返金がされて、まあ、届いたら返金される予定で、で新しいメモリーに交換したんで、まあいろいろありましたけど、なんとかかんとか無事セットアップしたんで、あとはこれを日本に持っていけるかどうかだけですね。今次のポイントはそこだけ。でもなんかいける気がしてます。ということで、ビデオカードがね、1080Ti がでかいんだよね。もうちょっとロースペックでもいいから。っていうかハーフサイズの2060ぐらいでもいいんだけどね。NVIDIA の新しいやつ、NVIDIA の AMD の新しいナビシリーズの5700の長さフルスロー、フルサイズだから、むしろ2070とか2060のハーフサイズみたいなのがあったと思うから、そっち使った方が本当はいいんだけど、まあでもやっぱ PCI Gen 4で試したいし、ビデオ編集には PCI の、バス幅の拡張がものすごい効くっていう、PCI のバスのスピードがものすごいビデオ編集に、効いてくるらしいので、なんとか新しい GPU、NVIDIA の GPU に変えてやりたいなというふうに思っている感じです。ということで、うまくいってるか分かんないけど、もう家に着いたんで、またそろそろ日本に行く準備をしないといけない感じになってますが、引き続き